ジェームズ・ラブリエは、アメリカのプログレッシブメタルバンド、ドリーム・シアターのリードシンガーである。カナダのオンタリオ州ペネタングイシーンで生まれる。シンガーであった父親の影響で、5歳から歌ったり、ドラムを叩き始める。10代半ばまでには、歌手、または、ドラマーとしていくつかのバンドのメンバーとなっていたが、18歳になった1981年には、 もっと精力的な音楽活動を追求すべく、トロントへと移住。現在も、トロントで、妻カレン、娘クロエ、息子チャンスと共に住んでいる。1984年から、ボイストレーナーとして有名であった、ローズマリー・パトリシア・バーンズに支持様々なバンドでの活動を経た後、カナダのロックバンド、ウィンター・ローズのボーカルとなり、 1989年に同タイトルのアルバムを発売する。1991年、当時は比較的無名であったアメリカのプログレッシブメタルバンドのドリームシアターがボーカルを探していることを知り、互いにテープを送り合ってオーディションを受けるためにニューヨークへと向かった。ラブリエはジャーニーのラビン、タッチン、スクイージンを歌い、その結果彼は 他の有望な200人を押しのけて、バンドの正式なボーカルとして選ばれた。バンドにはすでに同盟のゲビンがいたため、それ以降、彼は、ミドルネームのジェームズを名乗ることとなる。1994年12月、キューバでの休暇中、彼は、重症の食中毒に苦しみ、応答をするうちに生体を痛めてしまった。3人の喉の専門医に見てもらったが、 全員が手の施しようがないと言い、唯一できることは、できるだけ喉を休めることだと言われた。しかし、1995年1月12日、彼は医者の忠告に反して、到底普通の喉の状態ではないにもかかわらず、日本でアウェイクツアーに出た。少なくとも1997年まで喉が普通では、ない感じだったと彼は述べている。 1998年、自身のプロジェクトであるマルマズラーを立ち上げ、翌1999年にアルバム、Keep It To Yourself を発表。ありがとうございます。